こんにちは。花泉モータースです。今日は車の自動ブレーキについて少しお話ししたいと思います。最近の車には自動ブレーキと呼ばれるものが付いている車が多いんですけれども、一言で自動ブレーキといっても様々なタイプがあります。人を感知するもの、しないもの、夜間に作動するもの、しないもの。また、センサーの組み合わせの方式もいろいろあります。カメラのみのものカメラのカメラとセンサーの組み合わせ。 様々なタイプがありますいざという時に困らないために一度ご自分の車がどのような場面で作動するのかそれを確認していただくことをお勧めいたします。また自動ブレーキがついているからといってそれに頼らずに事故を防ぐのは自分だという認識を持って常に安全運転をすることをお勧めいたします。